んびっくり部長たかしです。さあ今日はですね、私たかし部長新編集まして板橋に来ております。こちらにはですね、ご覧の通り高体民さんが送ったマサ様の銅像があるんですね。美しい。さあそしてその美しいねマサ様がいる板橋で、今日はですねお久しぶりのゲスト純子さんと一緒にロケに来ております。純子さんどうぞ。あ、え、なんかすごいよ。何？お、平気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 よ。純子さんいい。純子さん最高。純子さんいいよ。集中トレーニングですよ。いい。あ、何？今日何これどうしたの？ミスター Q だよ。何ミスター Q？ うん。俺のために久々だからこうちょっと奥に高志カモン、高志カモンって誘ってんですよそれ。そう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 、高志をね、高志のためにね、なわけないでしょ。じゃ誰のためですか？ケビンですか？あ、ケビンは好き。制作スタッフのためですか？うん、それはそうだけど。いらない。いらない。いらない。ちょっと。いらない。いらないけど。違う、今日のテーマは何？台湾救急弾力満点の朝食ですか？でしょ、はい、だからだよ、救急の朝ごはんでしょ、うん、ということでミスター Q。 あ、そう、そう。めっちゃすごいんだ。で、ほら私はミセス Q でしょ。ミス Q かな、ミズ Q かな。え、どういう意味？今スチョンウェンマミス Q、 ミス Q だよ。え、あ、英語英語英語、どういうことそれ？ミスター Q 踊るミセス Q ってこと。あー、で、救急のことなら何でも聞いて。じゃあ 何が分かるんですか？例えばタピオカでしょ、あとユーユンでしょ、あとタンユンでしょ。あ、すごい。で、あとは救急といえば私。何救急ですか？全身救急じゃない、ミセス救急。え、んどれ、んどれどれ、もう一回、まあ、もう一回救急してみて、もう一回救急してみて。あ、救急してる、救急してる、救急叩くんじゃないよ、二度も。キュッキュしてるじゃない、でも。キュッキュよ、キュッキュよ。キュッキュしてるんですね。あ、じゃあ分かりました。今日はじゃあ、純、うん、子さんが、はい、あの、もし食べたものがキュッキュだなと思ったら、うん、もう認定してください。あ、オッケー。ミセス Q によるダンシング、オッケー。ダンシングオッケーで、俺音楽鳴らされましたよ、ほら。キュッ、これ踊るの？キュッ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 。素敵でございます。朝だよ、何時だと思ってんの？いや、じゃあだから、救急だなと思ったら今の踊るってことでいいですか？オッケー、いいですよ。そういう役割で今日よろしくお願いします、はい、で、今日朝ごはんでしょ、うん、なんで私が呼ばれたかというと、人妻なんですよ、私。なんか響きがエロいって何なんですか？朝でしょ、今自分で朝って言ったじゃないですか。お子さんがいらっしゃるんですよ、はい、あのさ、日本人のお母さん本当に早起きして家で作んなきゃいけないの、ね、だから台湾ってなんて幸せなんだろうと思ってなるほど。だって本当さ、たくさん朝ごはん屋さんがあるでしょ。そうですね。そしてですね、台湾の救急弾力、満点な朝食をね、はい、4つ巡りたいんですけれども、うん、まず1軒目、こちらになりますね。こちらでございます。なんだろう、楽しみ。ダンピンファン、ダンピン飯でございます。はい、なんか全く想像がつい、ダンピンは分かるし、ご飯も分かるけど、そう、なんで一緒になってるのかが分かんない、うんうん、それ言ったら分かります。はい、はい、うん、じゃあ連れてって、ミセスキューと、はい、もちもちしながら行きましょう、はい、じゃあ行きましょう、レッツゴー、行きましょう。てん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 、どうやって踊るんですか？え、こうやって、てん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 。どうも、びっくり台湾の本社に勤めるたかしです。現在の僕の最大の任務は、いろいろな台湾を発見し世界に発信すること。わっておし、愛し台湾だ。台湾の皆さん、あなたとの出会いが待ち遠しいです。それではびっくり台湾、行くぞ。まずはサンシャーの某大学近くにあるネットで話題のダンビン飯を探す2人。ダンビン飯って何なの？え、どこっすか？たかし部長が、おやおや、何かを発見したようですね。わ、何これ、すごくないですか？え、すいません、これってこのダンピンファンですか？たかしだ、 YouTube の動画見てるよ。あ、マジですか？ちょっと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 、もうファンの方いますよ、ファンの方が。ありがとうございます。え、ロマネロマネ、ダンビン作ってたよね。あ、本当に見てくれてる。え、ロマネ、我也有 YouTube 频道、高这个是高校阿姨，我的是有用的。どういうことね。チェックしますね。ちなみに以前番組で朝ごはんの紹介して、たかしは自分の YouTube でダンビン作ってたわよね。うちのダンビンはとっても特別なのよ。あ、マジで？
あ、マジない、特別らしいですよ。え、特別なんですか。じゃあちょっと見させてもらってね、うんうん、じゃあお願いします。見ていいですか。はい、もちろんですよ。じゃあちょっと 見てみましょう。見てみましょう。はい、うわ、なんかすごい、何これ、何やってんの、すごくない、これこれダンピンなんですか。え、こんなの初めて見た。うん、え、見て、すごくないですか。めっちゃ可愛いよね。うん、なんかこう窓みたいに一個一個なってて、こうチェック柄、これ女の子絶対好きだよ。そうなんだ、うん、女の子は好きなんですね。好きでしょ。いや、俺 男の子だし。なんかすごい卵がいい感じにこう並べられて、綺麗だよね。うん、すごい美味しそう。すっごいいい香りがする。うん、まあ、いい香り、卵のいい焼き加減がいい香り。なんかすごい、これダンピンなの本当に。え、でも、いや、ダンピンじゃないよね、これはね。どう見てもダンピンじゃないですよね。違う違う違う、ダンピンさ。本当に、でもダンピンって普通ほら、なんつうの、なんかこんな皮があってさ、中になんかそう包んで、なんかね、ちょっと言い切ってくださいちゃんと。ダンピンってほら普通こう皮があって包むじゃないですか。これなんか違くないですか。うん、伝統的な粉を使ったダンピンは口当たりがすぐに悪くなってしまうの。だからオーナーは私のために口当たりがずっといいダンピンを作ってくれたのよ。そうなんだ。バジルが乗ってるんです。すごいいい香りしません。すごいいい香りする。いや本当に聞きました、うん、ラバニアの愛です。そうだよ、奥様のために作ってるんですもんね。いや、かっこいいよ小野さん。愛だね、愛愛だね、愛愛ノリが良いオーナーさんに感謝です。これ見て見て、わー、なんかソース塗ってますよ。うん、あ、美味しそう。うん、いい香り。すごい香ばしい香り。また匂いが変わりましたね、うんうん、さっきとは違って。醤油ベースなのかな、濃いですね、うんうん、匂いの感じがするとそうですね、うん、バジルが程よいな。え？え？あ、そっか、だって今日探してたのダンビンのご飯でしょ。ご飯ですもんね。そうだよね。え、そのまんま乗っけんだ。え、すごくないですか。初めて見た。え、普通のダンビンだってご飯入ってないよね。入ってないですね。入ってないよね。すごく特別なダンビンですね。え、なんかあのご飯白米っぽくない。違う違う、なんか色が違うよ。え、オーナーさん、この何なんですか、そのご飯。エシャロットご飯よ。エシャロットと胡椒が入ってるの。ヨチョンバンファン。辛さは？あ、僕ちょっと。いい香り。いい香りした。さらにそこにソースを。このソースもうちの自家製のもので、桜エビを加えて作ってあるものなの。辛いソースも唐辛子から作っていて、このダンピンととっても合うのよ。あ、そうなんだ。え、この格子になってるこれは普通のダンピンの皮と違うんですか。一般的なものと原料は似ているわね。でも中身の比率は研究して編み出したものだからとてももちもちなのよ。あ、なるほどね。歯ごたえのためにちょっと変えてるってことなんですね、うん、なるほどなるほど。え、てか待って、これ豆腐があるんですけど、すごくない？これ見て、豆腐がありますよ、豆腐が。こんなの初めて見た。ダンピンの中に豆腐が入ってるって珍しくない？らしいですね。しかも、これお腹いっぱいになりそうですね。うわ、大きい。めちゃめちゃ大きいですよ。すごい。めっちゃクレープみたいだよね。確かに確かに、うん、すごいインスタ映えする、うん、これ原宿で絶対並ぶよ。確かに。クレープみたいという人もいるわ。うん、本当にデザートみたいな感じ、かわいいもん。ダンピン飯が完成です。一体どんな味なのでしょうか。さあ見てください、こちらがダンピン飯ですね。ダンピン飯、いや大きさがね、めちゃめちゃ大きいです。わかります。めっちゃすごい。僕の手のひらと同じぐらいの大きさがあるんですよ。厚みがね、厚みもすごいですね。めちゃめちゃ厚いですね、うん、匂いもいい香り。食べていい？どうぞどうぞ食べてください。あの海苔のいい香りがします、すごく。うん、何どうすか。キュッキュなの。あ、キュッキュなんだ、うん、すごいね、もちもち。そうなんですね、うん、本当に特別な生地ですね。すごいよね、うまくない？すごい、うまいか。お餅みたい、うんうん、これなんでこんなキュウキュウなの。一般的なダンピンともっちり度は同じだけど、格子にすることでよりもちもちになるのよ。そうなんだ。今ね、僕あのご飯と、うん、あと豆腐をちょっとかじったんですけど、うん、めちゃめちゃ美味しい、うん、豆腐も程よい柔らかさで、
ご飯めちゃめちゃね味がね美味しいですよ。なんかねバジルが合う。そうバジルが合う。でそしてね辛味ソースが程よい後からこうなんつうの追撃してくるんですよ。辛味がこうやってくるんですよ。いい感じでこうやってくるんですよ。これめちゃめちゃ美味しいわ。本当だ本当に美味しい。うん、うん、香ばしいね、うん、だからやっぱりさ白ご飯とは全然違う。うん、違う。でしかも僕今真ん中かじったんですけど、うん、全然食感が違う。さらにもちもちになる。うん、ほんとめっちゃもちもち。キュウキュウキュウでございます。キュウ、はい、はい、キュウ、何何何、踊ってるよ。ミスターキュウ踊ってる。ミスターキュウだよ。大げさだろうが。何やってんすか本当に。じゃあジュウさん戻りたくなるぐらいキュウってこと。キュウキュウ、そうです。キュウキュウ、キュウキュウ、ほんとキュウだよ。美味しい。いや間違い、いただきました、うん、ジュンコさんのキュウキュウいただきましたよ。でもなぜオーナーさんは研究する中で格子状の皮を思いついたのでしょうか。伝統的なものはもちろんいろいろなものを試してきたんですけど全然うまくいかなくて、ある日オーナーがなんとなく線を引いたものを食べたらそれがとても美味しかったの。そこから格子状ができたのよ。そうなの。そうよ。だからあれだよ、ラオパンは全部ラオパンニャンのために愛を込めてこの格子を作ったんだよね。なるほど。さっき女性が好きって言ったね。 Love 愛を叫ぼう。ちょっと困ってるじゃん、ほら困ってるから、オーナーさん、やめて。なんで今日私がちょっと困るのよ。え、あのなんか機械が壊ったじゃないですか。あれは何なんですか。もともとは絞り袋でやっていたんだけど大変だから自らデザイン画を描いて外注して作ってもらったのよ。すごくない？うん、すごい、すごい。自分で描いた、え、自分で描いた、え、もともとデザイナーさん何だったんですか。やってないわ。元は営業をやっていたの。オーナーさんは元は違う職種だったからこそ自由な発想ができるんですね。お店は朝からお昼頃まで営業されており、コロナ期間はお持ち帰りのみですよ。ダンビンの中にはご飯の他にも豆腐も入れられるのですが、なぜ豆腐を加えようと思ったのでしょうか。豆腐は保温効果もあって茶碗蒸しみたいな口当たりでご飯に合うのよ。口当たりもいいのよ。ご飯については私は南部の人間なんですが、台湾南部では朝ごはんや麺を食べる習慣があるのと、お客さんに学生が多くいるから入れてみたの。そうだよね、うん、日本人もだって朝からご飯食べるじゃない、うん、で今までねそのダンピンだとちょっと物足りなかったのよ。あ、そうなんだ、うん、でもこれだと本当にお腹いっぱいになる。確かに確かに、うん、しかも学生さんがここ多いって言ってたから、うんうんうん、学生さんのためにってことで、優しいね。やっぱりね。これからも頑張ってください。続いてのもちもちな朝食は市場で一番人気のイカとろみスープ。量が多く価格は庶民的なんです。オーナーさんの器の大きさが伺えます。開業32年のこちらのお店、毎日朝から午後まで営業しています。こちらではとろみスープ以外にも揚げ物、大根ケーキなどのとにかくもちもちな食べ物が数多く販売されているんです。地元の方もとろみスープと揚げ物をセットとして頼むそうなんです。これだけの人だかりができるお店、一体どんな味なのでしょうか。 CM の後、ボリュームたっぷりのイカとろみスープをいただく。なに、怖い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 、なにそれ。我们都在挑战嘛，大神，等你来开房。想开房插花摸一把吗？我们都在挑战吧，大神 APP 等你哦。粉丝们看得还喜欢吗？如果你喜欢的话，请记得订阅国新卫视 YouTube 频道，并开启小铃铛哦。ご覧ください、こちらとろみイカスープとロボ顔、そしてアンゴッコ、え、アンゴッコ、なんだっけ、なんだっけ、おこいきょう、おこいきょう、こちらおこいきょうですございます。で、のびんさんですね、はい、じゃあのびんさんになります。いや、でもちょっと待ってください、うん、ちょっと待ってよ、しんこさん、はい、もう俺感動した、うん、このラオバンの愛でしょこれ、多分見てこの量がね、すごいんですよ。すごいよね、こんなに山盛りなの初めて見たもん。え、これは普段もこの量ってことなんですか、ね、そうそうなんです、そうらしいです、そうらしいんで、うん、すごいですよね、すごいよ、いただいてみたいと思います。ほら、ね、今日のテーマは救急だからさ、はい、うわ、見てもイカもでかい、分厚い、親指ぐらいありますよ、僕の親指ぐらい、親指と同じ大きさのイカ。
一体どれくらいもちもちなのでしょうか。え、なに？あ、待って、降ってきた。イカが降ってきた。イカが降ってきた。なに、怖い。なにそれ。ジュンコさん、もケア級になろうよ、一緒に。イカね、そういうことね。めっちゃ救急。あのね、歯ごたえが本当にすごい。なんだろうな、こんにゃくぐらい歯ごたえがしっかりある。こんにゃくみたいな感じ、弾力がしっかりある。弾力がしっかりしてるってことね。噛んでもこう、でしかも噛めば噛むほど、うまみ、そう、スープの旨味がすごい出てくる。私ちょっとこのスープ飲んでみたい。うん、あのね、あ、すごい美味しい。甘酸っぱい。お、うん、青春の恋愛みたいな。そう、なんか濃いな味がする。うん、聞いたらところによると、こちらのイカですね、あのペルー産のイカみたいにね、ここ市場じゃないですか。だから毎日新鮮のイカがこれね、あるみたいです。で、本当に大きいじゃないですか。これどんぐらい太さあります？めちゃめちゃ大きいですよね。すごいね、分厚いよね、すごい。でね、僕ちょっともう一個思ったのが、何なんかね、ほら、あ、これね、キャベツだよ。すごい、なんて言うんだろう、パオチャイみたいな感じの味がする。どう？あ、え、ほんと酸っぱっ。え、だから私もこれなんかお漬物にして入れてるのかなと思ったの。でもさっきダオパンのね、作ってるとこ見たら、うん、そのままざく切りにした新鮮なキャベツをそのままスープの中に入れてるの。あ、そうなんだ、うん、じゃあこれスープの味がこのキャベツについて、そう、しっかり染み込んでる、うん、なるほどね。で、入れたてだからシャキシャキなんですね、うん、そうそう、おいしい。ほんとキムチみたい。すごい美味しいわこれ。なんかパイドイする意味が分かった。分かる。来た時にものすごい行列だったの。そう、オーナーさんが忙しすぎて、もう踊ってるみたいでしたもん。イカ、イカダンスだよ。踊りながら踊りながら。部長、何なんですかその変な動きは。踊ってないで、次の揚げ大根ケーキを紹介してくださいよ。これパッと見豆腐みたいじゃない？そう、だからじゃあ豆腐かなと思ったの。そう、だってロゴがあってさ、焼いたり蒸したりってやつは食べたことあるけど、はいはい、私台湾に来て13年目で初めて、今日初このザーのやつ。そうなんだ、うん、じゃあもう早速見て、しかも上にツアントーが。そうもうツアントーが台湾のチュアントンですよ、これは。あ、すごい。何？カツカツ。うん、ツイツイ。揚げ大根ケーキのお味は？わー、好き。これも本当？ニンニクのさ、ちょっとなんていうの、辛みとこのなんかタレが相まって、外側がもう本当にサクサクカリカリで、中がしっかりとキュキュ。いや、だって今噛んだ瞬間聞こえましたもん。キュ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 っていうの、音が聞こえた。部長、だからもう踊らないでくださいよ。続いてはおっぐいキャオ。部長、初めて食べるんじゃないですか。じゃあこれね、おっぐいキャオ、おっぐいキャオですね。おっぐいいただきます。おっぐいキャオ、そのお味はいかに？何これ？何？初めて食べた。あのね、なんだろう。え、食べたい。おばあちゃんの味がする。おばあちゃんの味がする。ジュンコさんの味する。うん、そう。ジュンコさんの味する。ジュンコさんっぽい味がする。うん、どうすか？自分食べに。あの、ソースがついてるからだけど、でもお菓子みたい。お芋のお菓子の味。お芋のお菓子の味か。あの、キューキューなのは間違いないですね。間違いない。キューキューしてるんだ。あ、お餅っぽい。あ、お餅っぽい。そうそう、お餅っぽい味。これ子供好きだな。甘い感じがするからね。これ食べてもらってるんですね。なるほどね。もう一個あるよ。これは？これがですね、ノーミンさんですね。ノーミンさん食べたことあります？私ね、正直言って食べたことないんです。あ、そうなんだ。初めて。そうなんですね。ちなみにちょっとした豆知識なんですけど、はい、ノーミンさんって、あのキーロンの方だと、あのダーちゃんって言ってます。地域によって呼ばれ方が違うノーミーちゃん、そのお味はいかに？美味しそう。ちょっと僕もいただきます。だってこれは絶対救急だよ。そうですね、もう見た目が救急ですもんね、うん、あれの味、洋パン。あ、洋パンの味。洋パン、洋パンの味か、うんうん、めっちゃ洋パンの味です、うん、
なんかでも日本にはない味だから、僕からするとすごい台湾の味がする。ザ・台湾っていう味わいですよね。おいしい。僕ね、やっぱね、これすごいおいしいなと思ったのが、オーナーさんがこれ32年お店やられてるみたいで、さっき見てたんですけど、いや、私が生まれた時からってこと？笑うなよ。そうなの。そうだったんですね。じゃあ純子さんが生まれた32年前から、そう同級生が1個上ですね。先輩1個上の先輩ですね。はい、はい、このさん作ってるの見ました？見た。すごかった。もう技術がねすごいんですよ、うん、なんかもう、うん、なんつうの、こうとろみのやつ入れる時とかこうやって入れたりしてて、うんうん、もう人間の手じゃなかったよね。いや人間でしたよ。人間ですよ。動きがロボットのもうさ。そこイカでしょ。そこイカっぽいでしょ。はい、でそんなね、うん、あの美味しいね、こちら素敵なイカのとろみスープをはじめ、こちら皆さんぜひね、パンチャオ来たら食べてみてください、うん、絶対絶対。最後ですね、4つ目いただきたいと思います。こちらです。ワークイのチャンピオン。何ワークイって、あの南部の、南部で有名な、なんだろう、なんて言えばいいんだろう、日本にないんですけど、ワークイです。あの、タカシの説明じゃ分かんないから、とりあえず行こう。ワークイ食べに行きます。北部でもワークイが食べられるんですね。しかもチャンピオンの和食い。さあ、ということでね、どんだけ嬉しいですか。お、すごいです。もうなんかキュッキュキュッキュなってるからさ。そうそうね、キュッキュ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 ッキュッキュを求めてやってきました。そう、その和食いはこちらでございます。何これ、わー、美味しそう。かわいい。ほら、いろんな色がある。え、美味しそう。美味しそう。え、っていうかこれは何。これ和食いですよ。これ和食いですよ。これが和食いなの。あ、初めてですよね。そう、私食べたことない。初めて見た。わー、ちょっといいじゃないですか。初めてがこのチャンピオンですから、一番美味しいワークイですよ。こちらのワークイはかつてコンテストで北部地域の1位を獲得したことがあるワークイなんです。いろんな色がある。奥から出てきたお店の方の思いもしない発言に仰天。一体何と言ったの。 CM の後、コンテストで優勝した絶品ワークイをいただく。キュッ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 私も食べたいな。台湾の伝統的なワークイはこうして器で作られているんですよね。オーナーさんがおっしゃるには、こちらのワークイは一般的なワークイと同じ材料で作られているそうなんです。それでコンテスト優勝するなんてすごい。見るからにもちもちなワークイ、一体どんな味なの。さあ、ということでこちらがですね、チャンピオンのワークイでございます。イエーイ。で、これは何ですか、オーナーさん。黒糖味と1位のワーグイよ。漢方スープに手作りの副菜よ。あ、お母さん作ったシャオツァイなの。そうよ。私はね、で、このバンジーのワーグイを食べてみた。はい、このね、チャンピオンです。ぜひ、あの初めての、純子さん食べてみてください、ぜひぜひ。人生初めて食べるってこと。本当、食べてごらん。中にいろいろたくさん入ってるね。純子さんは気に入るのでしょうか。さすが、バンジュン。おいしい。キュッキュッ。やっぱキュッキュッ、もちもち。キュッキュッ。台湾っぽい味のソースなんだよね。見てください、これね。トロットロでしょ。トロットロなんですよ。ソースがね、トロットロ。わかります？トロトロしてる、こうやってほら。プルプルプル、ね、トロトロしてるでしょ。何これ。ね、台湾っぽいでしょ。うん、すごい台湾の匂いがする。いただきます。チキンスープで煮込んでるのよ。そうな
んだ、鶏のスープで、まあ、味が全然違うんですね、うん、え、これ何醤油入ってるの？そう、いい醤油よ。味噌か醤油古い醤油よ。めちゃめちゃ美味しい。すごい味がしっかりしててすごい濃厚で、この古い醤油がないとこの味は作れないのよ。言っちゃって大丈夫なの？第三代我们用的就是这种オープンなオーナー夫人、秘密なはずの材料を言っちゃいましたね。さすがにオーナーさんタジタジです。オーナー夫人が言うには、中にはタロイモ、卵、黒豚、そぼろ、揚げネギなどが入っているそうなんです。ここで純子さん、そもそもワーグイがどう作られているのか質問することに。お米だよ、古いお米を使って作ってるのよ。米をするんだ。お米を、そう、古いお米をするのよ。なんで古いお米使うんですか？もちもちなの。あー、そうなんだ。新しいと水分量が多すぎるのよ。キーロンに食べに行った時に、うん、キーロンのダーちゃんちのラオバンも古いお米の方がキュキュするんです。すごい。やっぱりなんか美味しいもの作る人は知ってるんだね。知ってるんですね。なるほどね。これね、やっぱね、皆さん美味しいものっていうのは古いお米を使うっていうのがポイントですから、皆さん試してみてください。キュッキュッキュになりますからね。ちょっと小野さん思ったんですけど、これほら中身さっき聞いたら割と一般的なものと一緒じゃないですか。何が違うんですか？実はそぼろが入っているのよ。そぼろよ。それからお肉には黒豚も使っていて、そして忘れちゃいけないのが揚げ玉ねぎね。これらを煮込んでいるのよ。そうなんだね。2時間、そんな細かく言って大丈夫なの？教えて、大丈夫、真似されちゃうよ。大丈夫よ。あ、これ自信があるんですよ。腕がいいから、うん、そうだね。そういうことが言える。真似できないってことだ、ね、僕らが作れないんですよ、ね、聞いたところは、ね、気持ちが一番大事よ。なるほどね、芯なんだ、ね、心を込めて作ってるってことだ、ね、これも朝の、ダンピンファンと一緒で、うん、愛が詰まってるんですよ。愛が詰まってる。ラオパンとラオパンラオパンの愛が、愛がここに詰まってる。愛がね、ありがとうございます。続いては特別なワーグイ。なんとこちら甘いワーグイなんです。黒糖味よ。ティエンダマ。甘いよ。甘いのがあるんだ。ワークイで甘いって甘いの好きでしょ？私食べたい。好き。おお、ぜひぜひ。僕体内行った時しょっぱいの食べたことあるんですけど、甘いものは初めて知りました。甘いワークイって美味しいの？すっげー、龍眼も乗ってるの。なんかね、ぶどうみたいな感じ。懐かしい味がする。そうなんだ。なんか日本でも食べたことあるような気がする、この味。あーね、あの日本のふ菓子、それにすごい僕は似てると思う、うん、もちろんね、口当たりはもうキュッ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 でございます。素敵、美味しい。美味しい、本当に美味しい。続いてこちらのスープはオーナーさんの故郷の漢方を使っているそうなんです。これは幼い頃から食べてる漢方なのよ。南から取り寄せてるのよ。南部のものなんだ。取り寄せている漢方とは一体どんな味なのでしょうか。うわ、すごい。何の味これ、ね、あのさっきのさ、3軒目でもあったあのホントント漢方の味よ。これか。全然本尊糖じゃない。本尊糖じゃない。あの漢方だよね。これ漢方が入ってる。あ、これは漢方入ってんだ。そう、すごい美味しい。大好き。これ日本の女の人大好き。そうなんだ。旅行に来たら絶対飲む。これ飲んだら純子さんみたいにミスターQでキュキュキュってなれるんですか。そう、キュキュにもなれるし、はい、美男女にもなれるし。はい、不老不死、あ、そこまで言ったらあれだよね。純子さんにぴったりなスープですね。オーナーさんが言うにはお店の料理はお母様から受け継いだものなんだそうです。私の母は本当に料理が上手だったのよ。私は8歳の頃から母のお手伝いをしていたのよ。その年から台所に立っていたのよ。すごいね。うん、すごい。そうなの。母のゾンズもとっても美味しいのよ。食べてみないかい？ゾンズ、あ、ありがとう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 ございます。で、さっきね、南部からこう持ってきてるって言ったじゃないですか。南部出身？マドよ。マド。私思ったの。台南、台南。台南のね。台南でマドをやってたんだよ。マドでしょ？違うよ。モデルだよ。違う。いや、ピャオリアンですよ。ピャオリアンですけど、モデルじゃないです。純子さん、オーナーさんが言っているのはモデルではなくて台南の地名のバードーですよ。
それよりジョーンズどんな味なんですか？早く食レポお願いしますよ。おいしい。ほんとこれは南部のあれだよ。南部のジョーンズなんです。すげーピーナッツの味する。めちゃめちゃ美味しい。これ南部の初めて食べたかもしれない。全部救急だったね。救急でしたね。本当美味しかったですね。いや救急です、救急です、救急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 ということで、お姉さんたちどうもありがとうございました。ありがとうございました。先生今日俺ダンスめっちゃ調子よかったわ。なんかカツキだけチームから外そうよ。いや俺狙ってたよね。まあダンスはいいんですけど、こちらのお店でございます。はい、綺麗な。これがもうやる両面。我是女生宿舍的。啊，那我们两个吃大碗好了。哎，有推荐的吗？口味？哦，三种类あるんでしょ？そう、三種類。だから三個頼む。好 ，OK。そうする？え、じゃあじゃあ、じゃあ三種どうやろ？え、早くね？早くない？頼んでから3秒で。3秒、マジ3秒。本当に早い。見て、美味しそう。しかもでかいよ、結構。这个是麻酱。麻酱的，小的。这个是榨菜，榨菜的，榨菜。榨菜。哇，すげえ。おお、え、これうまそう。はい、そしたらじゃあ、座っちゃいます？はい、食べましょう。24時間販売しているという冷やし中華。一体どんなお味なのでしょうか？3人とも早く教えて。さあやってまいりました。24時間の涼麺のお店の涼麺でございます。イエーイ、美味しそうだね。美味しそう、美味しそう。ちょっともう早速食べていいでしょうか。純子さんのこちらがですね、一番オリジナルな味ということで、はい、上に麻雀ですかね。純子さん、お箸使えるんですか？使えるよ。でもさ、これやばい。切ってるみたいな。違う、台湾の人こうやって混ぜるよね。そうそうそう、うん、这样搅拌吗？对呀对呀。哈是哦。因为你没有跟那个台湾女生交往过吧？言うんじゃねえよ。言うなよ。純子さんが食べてるのがですね、原味の涼麺ですね。大変なんだよ。そうですよね。無視すんな。食べてくださいよ。あ、でもいい香り、すっごいいい香り。うん、うまそう。ごまのね。え、あ、純子さんか。あ、純子さんの香りか。童貞やん。うん。口に入れたらごまの香りがすごいふわって広がる。ここまで香ってくるもん。これで、あとニンニクだ。ニンニクの香りもね、ふわっと広がって、さらにね、ちょっと甘みもある。何笑ってんの。いやいやいや、本当なのかなと思って。甘みがある。甘みがある。そう、それがね、ポイントなんですよ。ごまじゃなくて？そう、甘みがね、ごまじゃなくて、ここなんか水飴加えてるらしいんですよ。水飴？すごくない？美味しいの？そう。そう。で、ちなみに、あの、聞いたところにはニンニクは他のお店に比べるとちょっと少なめらしい。わかるわかる、少なめ。だから、お店の人もすごい食べやすい。なんか、結構なんかね、ニンニクがすごいきつくて、口に入れた瞬間にピリってするところもある。あるある。なんかこれ、麺もちょっと太いよね。それなんと、ラーメンでございます。ラーメンでございます。そうだそうだ。え、どこラーメンに使う麺を使ってるの？そうだ、ラーメンの麺だ。そうなんだ。それだね、普通のリャンミエンだとヨーミエンなんだよね。へぇー。でもこれは違う、そうなんだ。次がカズキのザーチャンマーチャンミエンだよね。いただきます。どうよ、どうよ。うまい。この冬瓜とこのお肉、そぼろみたいな、このお肉がなんかめっちゃ口の中でね、めっちゃ香る。美味しい。なんかね、香ばしい感じがするんだよね。でやっぱ麺が全然違くって、ね、なんか普段食べてるやつなんかねちょってする、うん、口の中。私が普段食べてるのはなんか噛んだらすぐなんかプチって切れる。あー、そうかも、そうかも。でもこれは違う、なんかちょっとなんかキュッキュッもちもちしてる。そうなんですか。で、タカシのはなんだっけ。これがザーサイ涼麺ですね。あー、ザーサイが入ってるんですよ。ほら、結構ザーサイがいろいろ入ってて、いや、美味しそうじゃないですか。うまそう、うまそう。いただきます。うまっ。どう、ザーサイ、うまっ。早くね、たどり着いた今。上に多分これ胡椒かなんかかかってますよね、うん、おー、これがすごいよ、びっくりした今。すごい美味しいよこれ。いいね、美味しい。うまそう、うまそう。美味しかったでしょ。ザーサイは食べてないよ。絶対ね、ザーサイが入ってる分歯ごたえもあるでしょ。そう、シャキシャキシャキ。それが絶対いいよ。これが絶対美味しい。え、しかも本当、純子さん言うように、うん、あのニンニク強すぎないから、強すぎない。なんかこれ本当に他の涼麺とまた違う涼麺で、なんだろう、本当違う料理って感じがしますね。本当に美味しい。胡椒も特別だし、美味しい。スタッフ、ミュージック。血抜けて癒しに来て。おい美味しい、おい美味しい。本当にやばい、おい美味しい。簡単じゃない。
あ、いやいや、クルコじゃないよ。最近結成したもので。アイメチューダオ、アイメチューダオ、アイメチューダオ。まだ練習生ですから。まだ、ね、結成したばかりだから、はい。こちらのお店にはお好みで調味料を加えられるのですが、他のお店では見ないわさびが用意されているんです。早速試してみることに。本当に美味しいのこれ、大丈夫？だからマジで見たことないもん。本当に混ぜなくていいの？あ、食べた後に言ったけど混ぜなくてよかった。もうだってこれ絶対だよ。だって今多いもん。多すぎだろ。いやいや、お前が取ったのが悪いんだよ。混ぜないからだよ、自分が。じゃあでもあの味は喧嘩してないです。麺とすごい合う。ええー、本当。すごい合う。合うの？この麻雀とすごい合う。でもちょっと俺入れすぎた本当に。部長、自業自得じゃないですか。続いて和樹さんもわさびを加え食べてみることに。あ、確かに合うかも。ほんのりわさびが香るぐらいだったらすごい美味しいわ。なんか さっぱりする、ちょっと。そう、風味がプラスされるみたいな感覚っていうのかな。味はそんなすごい大きくは変わらないと思う。あれ、美味しいぞ。あ、うまい、麺。そうだ、そうだ。お蕎麦食べるときにわさび入れて食べるの。それだ、まさにそれだ。まさにこれよ。それだわ。なんかここで生まれたよ、台湾と日本の融合が。はい、いいヨンハオですね。うん、はい。ほんと、じゃあお前見えん？じゃあもうちょっと言ってよ。わかるわかる。いや、もういい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 。じゃあちょっともういい。わかる、お前見に入れよ。ほら、ほら、まだあるよ、これスープが。あ、確かにね。お二方、スープがあるんで、ほんとに。これさ、まず見た目がめっちゃ甘そうじゃん。なんか卵が、ほら見てこれ。半熟。ふわふわだもん。そう、半熟なの？すごくない？味噌汁なんだよね、これ。うまそう。なんかみんなで、ちょっとなんか、一光さん風に言った。なんていうの？何よ。半熟って。どうした？絶対台湾だよ。何や？半熟すごい半熟美味しそう。最近中国さん、ね、付き合うけど、付き合うけど。まあ、台湾の人、一光さん知らないの？知らないよ。せーの。半熟見た？あの顔。何それってなって。いただきます。本当に。うまい。またさ、ちょっとあの名古屋で申し訳ないんだけど、何あの味噌煮込みうどんってあるじゃん、名古屋の、うん、あれって卵を溶くんだけど、溶くっていうか入れて食べるんだけど、あれの味するわ。へえ、優しい味。うまい。これは優しくない？二日酔いに何したいわ。優しい。それ日本の味です。台湾のお味噌ちょっと甘みがある。甘い。味噌が甘いのか。名古屋だと赤味噌でしょ。赤味噌。でもうち実家が喫茶店で、お母さんが言ってたんだけど、味噌汁にちょっと砂糖を足すらしい。なんかそうすると昼に疲れてるサラリーマンとかがちょっとだけ糖分も欲しいから味で感じないぐらい。でもこれはちょっと甘いけど。ところでこちらのお店はなぜ24時間営業なのでしょう。お店の方に聞いてみましょう。可以問一些问题吗？这家店是开多久了？30年。老店了。所以是24小时开吗？要24小时开十几年的。啊，后来的。最近的。那为什么要改变这样子的？后来这边很多夜生活的人跑这边。啊，是哦。后来。所以最近有很多酒。啊，原来是这样子。八点了，开始。哦，那那个要喝了，喝了再吃。我喝了再吃。なるほどね。我有听说过这个里面有放一些汤，是为什么？啊，そういうことなんだ。飽きないから。飽きないね。很好吃，很好吃。真的蛮好吃的，真的很好吃。いかがでしたか？24時間の涼麺。いや、うまいよ。うまい、うまい。台湾の皆さん、ぜひね、来てみてください。ちょっと。そうそう、好きだ。騒がしいよ。ちょっと興奮しちゃいました。はい、ということで、じゃあね、こちらの涼麺、これここまでということで、じゃあ次に我々行きたいと思います。はい。じゃあ行きましょう。行きましょう。まだまだ出てくる絶品グルメ。これ、デザートに。我们有开了56年了，基隆有分店，新竹有分店，台中有分店，台南有分店，高雄有分店，也就是台湾的麦当劳，对不对？哦。今晚你有空来开房吗？今晚你有空来开房吗？我们都在挑战吧大神 APP 一起开房插花碰碰红，等你哦！粉丝们看的还喜欢吗？如果你喜欢的话，请记得订阅国新卫视 YouTube 频道，并开启小铃铛哦。おいおいしおいおいしテレ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 おいしわきれてる。ごめん運転頑張りますから。はい、で
今日はですね、台湾の方が大好きな食べ物、はい、お店でございます。何屋さんですか？マラオコ。はい、マラオコ。台湾の人が一番好きなの？はい、そうです。あ、もう手に風潮。ちょっと。さあね。おい。怖いわ、もう姉さん怖いですよ、本当に。違いますよ、はい、台湾の方が大好きなったらドーチャンディエンでしょ、ドーチャンディエン、ドーチャンディエン、はい、朝からね、そうですね、はい、でも夜だよ。いや、24時間のお店多いんで、ドーチャンディエンは。それがこちらでございまーす。よいしょー、来来来、欢迎东尼。哎，こんにちは。你好，你好，你好。看到你啊，老板。你好，你好。我已经卫视。对对对对对对，台湾好吃。哎，对对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 ，谢谢老板。好吧，谢谢老板。你好，我们可以点餐吗？可以，可以，可以，可以。啊，那所以说我在电视节目上面看到你，国兴卫视啊，高兴高兴。台湾好吃街，对对对对对，节目很好，谢谢谢谢，一定很多好吃的吧？是不是？是，对对，很多好吃的。那我准备很多好吃的，来，大家我们在里面聊。好，那。好，帮我准备你的推荐喽。OK OK OK， 好，那我们吃吃吧。好，谢谢。有希望把台湾好吃街这个节目把它欢迎。老板很热情哦。谢谢谢谢。番組が大好きなオーナーさん、可愛いですね。はい、やってきました。変丰富え、真的很多、たくさんありますね、本当に。都是早餐吗？现在不分早餐，二十四小时都有。哇！那么这是これ鲜豆浆食べたい。对的。这是因为那豆浆里面加醋，所以这样子，不是吗？那豆浆里面加醋，但是它里面还有其他的东西，里面有卤水，有搅碎的虾米，然后有鱼松，然后有榨菜，那里面。油条有葱花，那加上这醋、酱油、味精、盐巴，这里面三合油，所以加上去以后，它才会有化学反应，才变成咸豆浆。超美味しい。だから本当なんかね、二十四時間にすごい適してる。そうだ。優しい味だから朝食べてもいいし、おやつに食べてもいいし、夜の夜中でも食べれる。で、なんか私なんか他のと違うなと思うのが白ごま。の食感がすごい口の中でなんかサク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 ごま入ってんのよ、里面有白芝麻、芝麻。那里面有榨菜，有白芝麻。嗯，白芝麻。对对对，芝麻。哎，这是锅贴喽，这是锅贴啊。这锅贴是高丽菜的吗？来，高丽菜里面有高丽菜，有韭黄。嗯哼，皮感觉它前面都高啊，嘞，特别好卖。食べ応えが。中身がすごいやっぱり。盖一次还怎么？我也是。肉的味道很扎实，对，很扎实。你要选的猪的后腿肉，但是你要回溯要多少，然后配多少菜进去，多少韭黄啊，多少高丽菜，多少肉才能形成，它是就是黄金组合。那说如果你里面的东西配好了。你这个外面的皮不好吃也不行、你不好吃的话会影响它的口感。好像里面有那个很多黑胡椒吗？哎、欸，对对，有点香香香的那个香香的味道，有点辣辣，有点感觉，有点胡椒，那很好吃。对对，有点胡椒啊。でも野菜の味すごいね。野菜と肉のさ比率だね。これ本当に野菜の香りがすごい香る。これ何これ？牛肉卷，里面就是牛肉，还有酱牛肉，然后里面有黄瓜、有香菜、有大葱。这是有什么酱吗？酱的话是我们自制的酱。自制的酱，那就就是我们特制的寿司，特制寿司在里面，很像味噌的感觉。对。里面寿司，哦，本当，味噌の味がちょっとする、ちょっと辛味がすごいって、对，お肉もすごい程よい。有辣椒，有葱，有姜，有胡椒，有八角，有衣柜，然后有很多东西去加起来，加起来再把这个牛肉卤出来，所以它里面牛肉里面有那个味道，めちゃめちゃ美味しい，很好吃，对对，美味しい，美味しい，美味しい。ミュージックスタート。おいしい、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 やばい、おいしい、よっ、よっ、よっ、好吃、好吃、老板很可爱哦，気になる。这是米浆，这个是台湾才有的，它里面只有两个东西组合而已，一个就是花生，一个就是米，花生和米，对对对对，很香的。マクネ。然后这个米浆。沾油条吃更好吃。何これ？なんかあの紅豆像紅豆丹一样，很浓，真的很浓嘞。すごい。美味しい。これデザートに。
吃，那油条蘸着吃。OK OK OK。ごめん、食べ慣れてない。食べ慣れてないんだよ。食べ慣れてないから。蘸着吃。本当に本当さんみたいな感じだ。え、你你这生まれて初めて食べた。うん？ね。これも私生まれて初めて。何十年も住んでんじゃないの姉さん。何十年じゃない。いいだね。何十年じゃない。あ、美味しい。程よい。え、これはうまいよ。美味しい。这种吃法是台湾的吃法，在中国没有，在其他的国家也没有。哎，这是就台湾独有的独有的。哇。那台湾独有的米浆。配油条，所知一指的，很棒的，很棒的。然后老板这个是豆浆吗？豆浆，这是豆浆，这是纯黄豆的，没有掺其他的，因为没有掺其他的防腐剂，没有就纯黄豆。啊，然后これさえ要蘸酱吗？哎，那我直接蘸吃喽。哎，对。これいっちゃいますよ。台湾菜，台湾菜。啊，好吃。很香。很豆乳がめちゃめちゃいい香りする。引き立てなのが分かる、新鮮なのが。なんだよ、いやだ、大きいのさ、なんかお口に入れてさ、ここに白いのがついちゃってる。健全な番組ですから、やめてください。本当にもう本当にね、本当に本当に B だよ、全部 B。 純子さん、今日一日ロケして疲れてきたんですかね。ほどほどにしてくださいよ。哎，那老板，我问一下哦，这家店是开了多久了？我们有开了56年了。啊，すげえ。对对，我20岁开的，我今年76岁。啊？对，完全看不出来。对，我1946。哇，真的。哎，所以从一开始做24个小时吗？哎，都20小时。哦，そうなんだ。那因为有这么有历史的店嘛，那应该是不是有一些其他的分店吗？基隆有分店，新竹有分店，台中有分店，台南有分店，高雄有分店，大陆有连锁店50几家啊，美国波士顿50几家，50几家，哇，对啊，然后现在波士顿也有店，哎，すげえ，美国波士顿在加拿大，我就是台湾的麦当劳，就对了，哦，所以那个白宫啊，台湾的麦当劳。台湾版マクドナルドの豆乳屋さん、さすが手には眩しすぎて直視できないアクセサリーをつけてらっしゃいます。すごい。24時間営業で便利なだけでなく、料理の種類も豊富で味にもこだわっているからこそ、長年多くの地域で愛されているんですね。まさに台湾版のマクドナルドにふさわしいお店です。お忙しいところありがとうございました。皆さんも行ってみてくださいね。さあ、ということで本日終了しました。イエーイ。24時間って言ってるの早くない、終わんの、これでいいの、まだ遊びたいの。ねえ、そうだよね。え、ゆこさん、ここに、はあ、観覧車乗りたい。行こう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 。あいつ、その辺のやつはもう置いておいて。バイバイ。バイバイ、たかし。あいつらバカでしょ。観覧車24時間じゃないですからね。本当にね、もうすぐ終わるっしょ。まあ、内緒で、まあ、じゃあ今日はこの辺で皆さん、バイバイ、ありがとうございました。看完节目还喜欢吗？喜欢的朋友们，如果有话要对我说，也在请在留言哦。